Video Diary June 30th, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Video 日誌、林博史です。今日のテーマは、心の相対性理論。The Theory of Relativity of Mind。私をですね、否定する人の決まり文句がですね、いわゆるこじつけという言葉なんですね。つまり林博史は自分に都合の良い事実だけを集めて自分の都合の良い理論を組み立てているだけ、つまりこじつけだ、あるいはこじつけの集合体とかね、そのように言われます。こじつけ、はい、もう聞き飽きました。ですからそう言われてもですね、私の方は、そうですかって言って、それでそのコメントは削除させていただいています。で、しかし何をもってこじつけというかについては、これは大きな問題がありますよね。例えば、多分ですね、そういうふうに書いてこられる人から見るとですね、私、林博史は、おバカさんに見えるんでしょうね。はい、その気持ちよくわかるんですよ。がしかしそういう人たちをですね、私の方から見ると同じようにおバカさんに見えるんですよね。これを私以前から相対性理論と呼んでいます。だがですね、どちらが本物のおバカさんかということになるわけですけども、ひょっとしたら私の方が本物のおバカさんかもしれませんよね。ある意味でね、その当たり障りなくね、世間一般の常識の中にうずもれて、その一般の人とね、同じように考えて、何も考えないで、その日その日をですね、平穏無事に過ごす方が、本当は、例えば、利口なのかもしれませんね。あえて、その家中の栗を拾うようなことをしておいてですね、攻撃されたっていうふうに思う方がおバカさんなのかもしれませんね。それに私のような説、あるいは私が言っているようなことを皆さんが口にするとですね、皆さん自身もはっきり言えば頭のおかしな人と見られるでしょうね。それはですから皆さんもどうかご注意くださいね。つい先週もですね、とてもショックで悲しい話がありました。それはですね、ずっとね、細いですけども、もう40年近く付き合っている大学の、同窓生といいますか、友達がいるんですよね。で、彼は、どちらかというと保守的な人だということは知っていましたので、私がしていることは、ほとんど話さないで来たんですよ。はい。で、しかしやっぱり一度は話しておかなきゃ、ならないということね、その、友人、例えば A 君としておきますね、男性です。で、 A 君にはね、本当のことを言おうかということでね、実ははっきり分かっているのは6回ですけども、9月26日、10月28日、11月28日というような、私のところにね、やってきた、我々が神々と呼ぶエイリアンのコンタクトの話を、簡単ですけどもね、メールで話したんですよ。その最後の方にね、私こう書いておいたんですよね。多分ね、君はこんな話を聞いてもね、私の話を信じないだろうと思うと、私が知るところね、率直に言えばですね、こういった私の話を信ずるに足りるだけのね、信頼関係も、ないというかね、大抵そうですよね。年賀状交換する友人程度の人っていうのはみんな、大抵はそういう人なんですよね。そういう人が多いわけですよね。上辺のという方は大変失礼かもしれませんけども、そういうふうに私、年賀状をね、ちょっと否定的に言う以上、はっきり申し上げますと、もうこの5、6年、年賀状はもうどんどん出してませんね。来た方でね、どうしてもという方には返事を書いてますけども、あまり年賀状の意味を感じなくなってしまったんですよ。それに対してね、古い友人を大事にして死ぬまで大事にした方がいいよっていうふうに、教えてくださった人もいますけども、なんていうかな、はい、
まあこのね、はい、そういう考え方もあるんでしょうけどもね、私はまあどちらかというと、その先言いましたように、まあはっきり言えばね、虚礼というふうに言い切ってしまうのも失礼ですけども、まあそうした付き合いに対してね、自分の残りの人生をかけるほどの意味は感じないわけです。まあそういうこともありましてね、まあだけども、まあそういう友人ですからね、ですからまあ長い付き合いだし、彼にはね、本当のことを話しておかなければならないなというような感じで、まあそういった話を、まあ書いたんですよね。で、それで別の話で、まあある意味で完全に無視された話で、その後一通メールが入りまして、それでもう一度ね、まあ大変驚くべき話でね、君は驚いたかもしれないけども、私はその40年のね、友情にかけて、その嘘をつくつもりはないし、その本当のことを言ったんだよってのことを書いたんですよ。まあもう少し長くね。そうしましたら、その返事がですね、1日か2日置いて、まあ入ったんですけども、林君と、君はね、今の仕事を何やってるかってことは、僕も時々ね、動画を見てるから知ってると。しかし、今のやってることをね、離れて、今のやってることから、まあ、離れてね、しばらくパソコンを見ないで、2、3週間、まあ、どっかへ旅行に行った方がいいんじゃないっていうようなアドバイスなんですよね。まあ、しかし、それほど強烈な、まあ、読み方によってはね、私の心配をしているかのようにも見えますけども、それほど強烈に私のやってることを、まあ、否定されるということも、まあ、珍しいんですよね。まあ、パーフェクトにその彼に否定されたなっていうのは、私はその言葉の向こうに読み取りましたね。要するに、分かりやすく言えばでね、そのあなたの、君のね、頭は大変おかしくなってると、いわゆるのめり込みすぎてると、そしてその、ありもしない架空の世界にね、入り込んでしまって、そしてその中で、まあ、なんて言いますか、自分を見失ってると、それをまあ取り戻すためにはね、まあ、そのしばらくね、今やってることを忘れて、パソコンから離れて、部屋から出て、そしてまあ旅行でもしてきた方がいいんじゃないと、ね、まあ、今なら外国旅行も行けるからねっていうような感じなんですよね。で、まあ、私のことですからね、外国旅行をしても、その先でどん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 、まあ、なってますが、動画を発表していくだろうと思いますね。とにかく1日も欠かさない、1日だけ欠かしましたけどね、あるまあ番組に出るためにね、打ち合わせが伸びてしまいましてね、それで、まあ、テレビ会社の方がですね、ホテルを用意してくれたもんですから、それでまあそこを一泊してしまったんですよ。まあ、それしなければね、まあ、その夜帰ってきて、どんなに遅くても一作出して、そして翌日、どんなに辛くても本番に向けて朝一番で、まあ、東京に向かったんですけどもね、それができなくて、まあ、ホテルで泊まってしまったんですよね。で、それでまあその一作抜けたことがあります。それ以外はこの5年間、ただの1日もサボらないで、まあ、あと明日でね、満5年を終わります。で、まあ、そういう状況ですけどもね、まあ、そんな私がですね、2、3週間も旅行してね、ボケーとしてですね、っていう感じのことは、まあ、不可能なんですよね、はっきり言ってね、不可能です。が、しかし、そういうことをわざわざ言ってきたということはですね、まあ、いわゆるまあパーフェクトに否定されたんだというふうに感じると同時にですね、私とその友人との友情は関係は崩壊しましたね。というのは、私は今やってることについては命がけなんですよ。いつ死んでもいい。もうこれが私のライフワークなんだ。私はこの今やってることに命をかけてるんだ。というような、私の、まあ、気持ちをね、その、まあ、頭から否定したわけですからね。ですから、まあ、今このように皆さんにその A 君の、まあ、悪口を言いましたのでね、多分 A 君、多分見てないと思いますけどもね、まあ、この動画を見てね、なんだ林そんな風に言ってるのかっていうふうに、あるいはよく俺の心の奥を読んだななんてね、思うかもしれませんけども、まあこれが私と A 君の決別宣言です。私はこのようにね、自分の文章の中、動画の中でね、その人と分かる、その人、誰にも他の人にも分からなくてもですよ、その相手に分かるようなことを書いたり、そして言ったり、そしてその人を否定的なことを言った場合には、それ以後生涯付き合うことはありません。それは私のもうずっと、もう若い時からの大鉄則なんですよ。いわゆる、まあ、なんて言いますか、表でね、まあ、やあ、こんにちは、A 君、元気？僕ね、ずっとね、なんてね、こんな話をしながらね、裏でね、あいつはね、
屋根図だよなんてことはね、こういうこの器用な芸当のできる人間じゃないし、またそれは私は自分の心の裏切り行為だと思うんですよ、ね、それはだから付き合っている以上は絶対に そうした批判、否定、あるいは悪口は言わないということですね。否定的な、まあ、気持ちを言わない。しかし、言った以上は、その自分の言葉に責任を取って、たとえ後でね、未練がましく、あるいは、なんて言いますか、未練がましいってのもおかしいですね。要するに、まあ、そんなことしなくてもよかったな、なんて思う時もあるかもしれませんけども、それは私の生き様でもあるわけですね。まあ、私のようにね、石部謙吉さんのようにガリガリにやるのもおかしいわけでね、ある程度ファジーに余裕を持ってね、そうであってもね、適当に付き合って、そうであってもまあ適当にね、悪口言ったり励ましちゃったりするのも友情じゃないかっていうふうに考えられる人もいるかもしれませんけども、まあ私の場合は、まあ、そういった器用な芸当ができないんですよね。まあ言われると割と堅物的な、まあどちらかというとアスペルガーですね、アスペっぽいところがあることはあるんですよね。まあ、自分では、まあ、そういったまあ、自閉症スペクトラムのようなそういった症状はないと思いますけどもね、まあ、結構明るくて笑わせ上手ですからね、よく喋るんですよ。まあ、それはいいんですけども、そういうことでね、まあ、その友情というものもね、まあ、そろそろ、まあ、この年齢になってくるとね、まあ生産するものは生産してね、まあ、きれいに片付けてですね、そして、まあ、残りの時間をですね、まあ、私のことをね、理解してくださる人とね、友情を深めて、まあ、最後の時間というものを、まあ、過ごしたいなというふうに思っているわけです。ですから、まあ、その辺のことはね、まあ、いわゆる、まあ、そうでしょうね。例えば若い時でしたらね、まあ、いろんな人と付き合って友情を広めて、ね、社会を広めて、交友を広めて、そして幅広い人生を歩もうというふうに考えるし、また若い人にはそういうふうにしていただきたいと思いますね。しかし、まあ、今更ね、40年経ってもね、まだ私のことをね、信ずるに足りるだけの信頼感が築けなかったわけですよね。相手の側にすればね、まあ、決して甘えてるわけじゃないし、決して愚痴を言ってるわけじゃないんですよ。ではこれから10年かけて、またその人はね、時々私の動画を見てるよなんてね、書いてるくださってる人ですから、見てるわけですからね、その上で、まあ、そういうふうに、まあ、書いてきたということは、私の側からしても、まあ、決別宣言なんですよね。まあ、だからといってね、その喧嘩するようなことはしませんよ。その辺は私も、まあ、はい、人生経験の中で割とその角が取れてきたんじゃないのかなと思いますね。ですから、まあ、やんわりとね、まあ、君の意見も、あなたの、ね、意見も参考にして、これから気をつけますと。で、自分はね、確かにそういうふうにのめり込んでしまうところがあるから、のめり込みすぎないように注意しますと、アドバイスありがとうって感じで、まあ、ある意味でね、人間無礼に、まあ、自分の心を隠してね、だってぶつけても意味ないですからね、はい、まあ、だからといってそのね、余韻を、またいつか付き合うかもしれないというような余韻を残したわけでもありません。まあ、今このようにね、この彼のことを、 A 君のことを語った以上はもう付き合いませんね。まあ、はっきりここで宣言しておきます。まあ、多分この動画を見たらね、 A 君の方も私の方には近寄ってこないと思います。その理由の第一が、林は頭がおかしいということになるわけですよね。ですから、まあ、皆さんもね、相手を見て、しっかりと見極めてから話さないとね、まあ、このような話っていうのは世間的にはあまり信用がないと言いますかね、私のような話をする人というのは世間的には、まあ、白い目で見られるというところまではいきませんけども、いわゆる変人、奇人、いわゆる、まあ、ちょっと一目置いて一歩離れて付き合った方がいいよというタイプの人と扱われているわけですね。それは皆さん自身がですね、まあ、どこかの都市伝説家の人たちを見る目とどこか共通しているんじゃないのかなと思いますね。まあ、そういった人たちがですね、とても残念なことに、まあ、デタラメなことばっかり言ってね、そしてとんでもないことばっかり言ってですね、どっかこう空中の楼閣に住んでいることばっかり言ってるもんですから、まあ、この世界のこういった話っていうのは本当に信用をなくしましたね。まあ、残念ですね。いわゆる、まあ、アカデミックな世界からは遠ざかってしまったということです。まあ、そういうことも含めましてね、まあ、私は皆さんにもう一度お伝えしたいのはですね、まあ、よく、まあ、こういう話を、ね、してくる人もいますけども、まあ、相手を、まあ、しっかりと選んでね、話していただくということですね。それは冒頭に挙げましたように相対性理論なんですよね。私たちの方から見るとですね、まあ、ひょっとしたら、まあ、
マングプレを読んでくださる方はある意味でね、私の応援者というふうに理解してますけども、そういったその応援者の方も含めて私の側から見るとですね、まあ、世の中の他の人たちがなんでこんなにその別バージョンの歴史のことを知らないんだろう、せっかく一生懸命教えてやろうとしてるのにどうして無視するんだろうっていうふうにして、まあはっきり言えばおバカさんに見えるわけですよね。まあかわいそうに見える時もありますけどもね。しかしここが重要ですよ。相手の側から見ると私たちがおバカさんに見えるということですね。その気持ちをやはり相対的に理解してあげないと今後の付き合いはできないと思いますし、うまく人間関係を作り上げていくことはできないということですね。要するにまあはっきり言えば、まあ、相対性理論の中でね、私たちは頭のおかしい人間なんだということをしっかりと自覚するということではないでしょうか。ということをね、まあ、今日ビデオダイアリー2本目といいますかね、もう1本明日か明日出してね、それ以後はマグプレの方で、まあ、皆さんにお会いしたいと思います。ということで今日の、まあ、ビデオダイアリーこれで終わります。ということで皆さんも慎重に、まあ、判断し慎重に行動していただきたいと思います。まあ要するに現実的に生きていくということですね。まあそれが私の結論ということになります。現実から有利してはいけないということですね。腕輪にですね、石で作った、まあ石で作ったといいますかね、腕輪をしていればね幸福がやってくるとか、まあ、腕輪をしていればね運がやってくるとか、お金が儲かるとか、宝くじが当たるとか、そういったことは私の世界の話ではないということです。またそれは、まあ、そういうことをね本気で信じてやっていればですね、それこそ本当にね頭のおかしな人っていうふうに見られても仕方ないんじゃないのかななんてね私は思っていますので、また私林浩司はそういった話は過去今までね人生69年間一度もしたことはありません。私の動画ではさらにしたことがありません。どうかその点はどうかご留意と言いますかご理解くださいね。だからといって否定しているわけではありません。わからないことはわからないって言って、まあ、触れないようにしているだけです。というふうにご理解ください。ご理解ください。では、ビデオダイアリーを終わります。バイ。